こんにちは。こんにちは。作曲家、編曲家、ギタリスト、サウンドクリエイター、田中義則の防備録へようこそ。今回は国会議員長尾隆氏の紹介。衆議院議員、保守、ギター、大阪14区、元民主党から自民党へ。正直、民主党の時から経路が違いすぎて浮いていたわね。民主党時代に、なんで民主党にいるのですか？と思わずメッセージを送ったこともあったな。民主主義は数の論理の面があるから、単独の議員は難しいわね。しかも欧米と違って、弁論、演説で流れが変わることがあまりなく、根回しの文化が古来より根付いた日本だと政党で権力を握るか、インフルエンサーになるしかないからな。芸能人から議員になった人は後者よりね。さてプロフィール。立命館大学出身。山田博史議員も同大学出身だな。立命館大学はリベラル色が極めて強いと言われている大学で、その中で保守議員が生まれたのは、何の因果だろうか。議員になる前は、明治生命保険社員を10年以上やってるな。16年ね。だからか、政界で派閥を見ても、見慣れた光景に感じたみたいね。サラリーマン現役の人は、自分の考えと違うことでも従わざる得ない。その状況を思い出せば共感するんじゃないかな。派手なパフォーマンスをする人ではないけど、法制化のために下調べ、提出、と地道に動いているわね。最近は尖閣問題や北海道の問題にも積極的ね。あくまで立法の人だから、より良い生活のための法制化が仕事だぜ。行政の仕事が国会議員の担当でもないし、やれば越権行為だしね。勘違いしている人が多いのか、わざとなのか、学校で何を勉強したのだろうと思うぜ。うぷ主は、中学の頃に自分で考えて行動し、責任を持つように、と言われ続けたからね。教師の言うことに納得がいかないなら、自分で調べて考えて、自分の答えを探す、という教育だったな。その点は今も役立っているわね。高校の頃は朝日新聞に取材されるぐらい、リベラルだったしな。それが保守寄りになって、今は現実主義寄りだからね。音楽やっているのに、現実主義というのも笑えるがな。なお、今回の総裁選では、高市早苗氏を支持、カバンカッコ資金を持たない議員はどうしても、派閥のお世話になるのは仕方ないこと。そんな中でも自身の考えと行動の差異が少なく、地道に活動している。長尾隆議員は稀有な存在ね。絶対的な権力は絶対的に腐る、という呪いにはかからないでほしいな。ジョン・アクトンね。うぷ主的には、俺の世界史チャンネルだな。政治家は本質的に、面倒見が良い、話好きが多い傾向にあるから、クレームを入れるより、陳情という形で頼った方が自尊心をくすぐらせて、やる気が出るわ。E メールや Twitter のコメント、メッセージよりも、ファックスの方が、紙という形で残るから効果的だな。同じ内容を大量に送るのは業務妨害だからダメね。と、まあこんなところで、次回もよろしくお願いします。チャンネル登録、グッドボタンよろしくだぜ。バイバイ。じゃ。